花の魅力や日本の文化を発信する国内最大規模の花の祭典フラワードリーム2017が東京ビッグサイトで開かれ、多くの人でにぎわいました。全国およそ4000店の生花店が加盟する団体が毎年開いているこのイベントは今年で9回目です。会場ではフラワーデザインの日本一を決定するコンテストや、花の美しさをそのまま保存したプリザーブドフラワーのコンテストなどが行われました。プリザーブドフラワーのコンテストにはアクセサリーやウェディングブーケなど250以上の作品が出展され、訪れた人たちは細かい部分にも工夫が凝らされた作品をカメラに収めるなど、思い思いに楽しんでいました。すごいなと思って、こんなに細かい芸をなさっているんだと思って。出来上がりのバランスもすごく素敵ですし、一つ一つのポジションとか、それも本当に素敵だなと思って。このイベントには去年およそ4万9000人が訪れたといい、主催した団体は今後も花に興味を持ってもらえる企画を用意して来場者数を増やしていきたいとしています。